皆さんこんにちは、 BA エージェント小林です。今回はね、視聴者の方からいただいた質問にお答えをしたいと思います。コメントでね、アームカール何キロでやったらいいのか悩んでますという質問をいただきましたので、お答えをさせていただきたいと思うんですが、以前の動画でね、トレーニングの回数について解説をした動画があります。もうそれとね、全く同じ内容になってしまうんですけども、だいたいですね、6回から15回できる重量でやってください。もうこれが一番おすすめですね。部位によって多少その重量軽めの方がいいとかいうのはあるんですけども、基本的にはこの6回から15回の範囲でできる重量でやっていくということと、あともう一つ重要なのが全身性の減速、だんだん重量を伸ばしていく、負荷を伸ばしていかないと筋肉は効率よく成長しませんよという原則にのっとって、ちょっとずつでもね、回数または重量を伸ばしていくようにしてください。この2つ意識していただければ何キロでも構いませんということで、もうちょっとね、そのアームカールに特化した解説をさせていただくと、上腕二頭筋ってそんなに大きな筋肉ではなくて、あんまり重たい重量でやると肘を怪我したりとか肩を怪我したりするリスクがあるので、軽めの重量で回数は多めの方がおすすめです。なので、私のおすすめとしては12回から15回できる重さでやっていただく。で、例えば質問者さんが、じゃあ5キロのダンベルで今12回3セットできますよということであれば、そのままね、15回3セットを目標にまずやっていただいて、15回3セットできたと、そしたらじゃあ6キロに重量を上げて、そしたら重量が重くなる分、1セット目は15回できました、2セット目は14回しかできませんでした、3セット目は12回できました。で、そこからまた頑張って回数を伸ばすようにしていって、6キロで15回3セットできるようになりました。そしたらまた7キロに上げてやっていく。この繰り返しですね。なので何キロでやればいいっていうものは特にね、確率的な決まりってなくて、もうその人の筋力に合わせて選んでいただくという形になりますので、質問者の方ね、これを参考にしていただいて重量選択していただければと思います。はい、今回はですね、視聴者様からのご質問にお答えをさせていただきまして、アームカールをする時の重量について解説をさせていただきました。他の部位のトレーニングにも応用できることなので、だいたいね、6回から15回できる範囲で、目標のレップ数ができるようになったら重量を上げる、で、また目標のレップ数ができるようになったら重量を上げる、この繰り返しでどん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 重量を伸ばしていっていただくのが効率のいいトレーニングのコツになりますので、ぜひ参考にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。